ちょっともう離れなさい。っていうか動力を無駄に使うのやめなさい。先輩への愛のアピールに無駄なんてありません。先輩、モモは先輩と別々の時はいつも身を裂かれるような気持ちなんですよ。先輩の一のしもべとして本当なら年がら年中四六時中片時も離れずずっと一緒にいたいのに。